見つけたんだね。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ？燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い、鬼畜ども！近いな。助ける気じゃないだろうね。もう隠れん。太刀も取り返した。ちょっと万兵だ。一人も逃がすでない。あっちベリー、キューベありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。エンダーさん、
馬屋へ急ごう。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？名をつけねばな。影、世を守る闇。城の中だね。金田の木。地頭は城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。藩は足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だがこたびは俺が。お主はここで待っておれ。志村殿を返してもらうぞ。侍。志村殿を返してもらうぞ。おそらく猛虎の兵器。
これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。
to stay. Reach us. Ducks to stay. Reach us. Sasha, hurry up. タッチを抜き、コロッチンアクトルナ、恥、すすぎに参った。ジン、志村から己のことは聞いておるぞ、酒井人。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けを乞う姿をな。ジン。さあどうする、酒井人。
様。若様、そろそろです。ああ、今参る。